皆さんこんにちは。札幌園芸日記えりこです。本日は2023年5月10日でございます、えー。春の種まき第2弾を行っていきたいと思います。でえー、今回はあのちょっと発芽温度が少し高めの種でございます。で、それがね、この4つ。まず、サルビアニューディメンションローズっていうやつです。 こちらはです、ね、出根性のサルビアになります多分北海道でも出根するんじゃないかと思うんですけれども、まあ、どうなるか分かりませんそこを含めてまた来年までねやっていきたいなと思いますはいで次はこのアフリカンマリーゴールドライムグリーンというやつですアフリカンマリーゴールド自体はあの以前も育てましたうんマリーゴールドね育てやすいですし あとこのねアフリカンマリーゴールドは結構なんだろうかお花の茎も長くなりますので切り花としても、まあ、切り花って言ってもねちょっとみじ小っちゃめの背の低い花瓶とかにいける形になりますがまあそういうのにも使えますし、えー、なんだろうな匂いもね悪くないですなんかマリーゴールドね匂いが嫌いっていう方もいらっしゃると思いますがこれは私そんなに気にならなかったかなはい。で 次はね2つともジニアです100日そうですで、クイーンレッドライムは昨年も種まきして育てましたあと去年の写,写真とかねあると思うんで今ここに出したいと思いますはいこのねクイーンシリーズがね結構可愛くてどれも可愛くて何種類かあるんですけど今年もねレッドライムっていうのをリピしました であともう一つこちらはと100日ソーアートデコっていうやつです、えー、パープルピンクラメンダー系のミックス切り花にも最適草丈約9 0ンチとなっておりますはいで、うん、とどれもね100日ソージニアはともかく育てやすいんでなんか今まで何回か育てましたけれども特に問題にあったことはございませんあとマリーゴールドもそうね <laughs> あどれもそんなななに問題ないな、はい、サルビアは去年フジプルコを育ててまあ結局その苗自体がねちょっと私が期待してたものとちょっと違ったなっていうあとまあ上手に育てられなかったっていうのもあるんでちょっと失敗って感じだったんですけどその前にビクトリアブルーっていうのを育ててそれはすごい良かったな。でその前になんだっけもう一つサルビアを育て,育てたことがあるんですけど。 難しくはなかったです特に問題はなかったですでえー、と大体、えー、先ほども申しましたがは発芽温度が20度から25度とちょっと高めをキープしなきゃならなくて、えー、今回も、えー、ヒートマットの上で育苗したいと思いますで発芽まではちょっとサルビアが、うん、種まきから10日から15日ということでちょっとだけ長いんですけど 他の3つはだいたい5日から7日まあ、1週間程度で発芽する予定です。はいで、服度はあの種まきしてね。上にかける土の厚さはみんなだいたい5ミリ程度となっておりました。はい、今回もね。またこの50穴のトレイ2つ分で作っていきたいと思います。はい、じゃあ、あと種がね。どんな風になっているかをまず見ていきたいと思います。 はい、種はねこんな感じです、えー。サルビア以外はね種が大きいので非常に種まきしやすいと思います。はい、ではまずこちらサルビアニューディメンションローズの種です。こんな感じ。まあ金魚草よりはちょっとだけ大きいんだけどそれでも1.5ミリぐらいかな。これが一番小さいです。サルビアみんなこんな感じですね。 結構コロッとした感じ、はいで。次はアフリカンマリーゴールドライムグリーンこういうね細長い 1cm ぐらい長さがありますが細長い種です巻きやすそう、はい、でこちら2つともジュニアです100日草アートデコこんな感じでお隣ジュニアクイーンレッドライム こんな感じこうやってね見るとアートデコの方がほんのちょっとだけ大きい気がするのちょっと横幅があってふらしてる、うん、レッドライムの方がちょっとちっちゃ,ちっちゃい感じはい種はねこのような感じです,す外で種まきをしようと思ったんですけどちょっと風も強いし太陽もきついんで室内で種まきしていきます まずはこちらサルビアニューディメンションローズすごい種が小さいんでまあ基本的には1セルに12粒巻いていきたいと思いますこれを刺しておきますで次はマリーゴールドも30粒 書いてある書いてある粒よりは確実に多く入ってますのでアフリカンマリーゴールドよい,しょ、はい、ちょっとマリーゴールドは種も大きいんで残っちゃいましたけどどこかに近植えするか。 来年までは、アフリカンマリゴー。よし。で、ここからは、はい、アートデコです。これね、こんな感じです。ここから。はいよー、こんな感じ。ね、ここまではアートデコなんで、 クイーンレッドライムここからこっちちょっと先に刺しておきます。分かりづらくなっちゃう。クイーンレッドライムは？40粒。ほど入っているそうです。まあ、2粒ぐらいずつ巻いて、頑張ったら次回なんか使いたいと思います。で、この上からバーミキュライトを5ミリ程度を服として、あとは底面給水をしようと思います。はい、上の方にね。全体的に。 バーミュクライトをかけましたでお水ええー、免給水でしばらく管理したいと思いますヒートマットを載せてるんですけどえー、現在地温が21.7度です地温というか土の温度現在ね加熱中のランプがついてますけど23度に設定してありますはい本日は5月20日です 5月10日に種まきをしましたジニアとマリーゴールドとサルビア <laughs> の状態ですやっぱりねジニアが一番元気にすくすくと育ってくれておりますうんはいでマリーゴールドも結構ね大きくなってきましたはいでちょっとねこれから発芽しますよっていうようなところもまだあるし 全部が、ね、発芽してはいないなですねジニアの方がなんかどのセルからもとりあえず1個は出てるみたいな気がします。あここは出てないか。うんはい、でサルビアの方なんですけどサルビアがね一番あの発芽温度が必要だということで、えー、発芽もね少し遅かったんですけどまあもう完全に。 出ましたよっていうぐらいの大きさにはなっておりますこれから芽が出そうなところもありますはい、で、すでに、えっと、ベランダでねもう朝晩そのまま出しっぱなしにして育てています今日も天気は良さそうです定食するにはね、まだ相当時間がかかると思いますが楽しみですはい、今日は6月4日でございます えと種まき5月10日の種まきから、まあ、大体1ヶ月ぐらい経ちましたあの。ここら辺ね、ジニア2種類。ジニアは、ね、ものすごく大きくなってきました。あのアートデコっていうやつの方が、えー、クイーンレッドライムよりねちょっと大きくなっております。でアフリカンマリーゴールドもね、まあ、順調に大きくなっていて、まあ、ちょっとね。 芽が出なかったセルもありますけれども、まあまあかな。はい。で、サルビアニューディメンションローズは、こんな感じ。少しずつですが、大きくなってくれております。ちょっとね、芽が出たけど、ちょっと枯れちゃったところとかもございます。ちょっとね、一時期若干ね、水が切れ気味だった日がありまして、その時に、 やられてしまったかななんて気もしないでもない。<laughs> そろそろね一度液肥を与えたいと思います。ポットのブリキ缶にポット型のブリキ缶に植えましたロベリアですが、お花がね咲いてきてくれました。可愛い,いです。まだね札幌は暖かい日はね25度ぐらいあったりするんですが、寒い日が本当に15度とかねそんな感じで今日も雨上がりで。 肌寒いですはい、本日の札幌園芸日記はここまでですご視聴ありがとうございましたまた次回お会いしましょうじゃあねー